2015年12月17日今回は前回切ったウルフカット口のところから45度の後ろ下がりで、それに合わせて上はセームレイヤーで切ったんですけど、今回は後ろのこの真ん中の部分、ここから切り始めて上に今度は 67.5 度の角度で前上がりにラインを設定して、そこからの上はセームレイヤーで切っていくやり方を紹介していきます。で、今回重要なのは指で作る角度を鍛える練習になってきます。で、まずは角度についてやっていきます。まずこの0度水平で垂直、これが90度ですね。で、この90度の真ん中が45度、で、この0度から45度の間が 22.5 度で、45度、67.5 度、90度というふうに、この0度水平と垂直の間を45度、95度で4等分にします。この0度から90度までを4等分に 22.5 度ずつ上がっていく感じになるんですけど、その時にまずは髪の毛を挟みます。で、挟んでそこから90度まで行く間に指を1本分曲げる、これを45度と表してます。で、 22.5 度というのは指を半本分、これの半本分ずらすのが 22.5 度と表現してます。なので 22.5 度、45度で、 67.5 度で、90度、4段階でこれで角度を僕は作ってるんですけど、それをこう自分の指角度ですね、これを正確に身につけることで、あらゆる骨格に対する角度を実際に操って対応しています。なので、今回の 67.5 度の場合は、まず頭の形を上下、下、真ん中、上で分けたところで、下のこの骨格、下、真ん中、上ですね、このすぼんでるところ、ここでまずブロッキングを取ります。主にパッと見で決めたり、触って決めたり、ここでこういう感じでブロッキング、ラッカールで止めます。で、次に真ん中のこの点の位置からここの点の位置までを 67.5 度で結びます。前回切った左半分のここですね、ここを取るときにこのコームの先を使ってそこにめがけて持っていき、挟んだらこの時に指で、先ほどやったように指1本分45度で、その半本分が 67.5 度で、 67.5 度の角度を作ったまま自然な位置でこうスルッと指を落とします。そのまま下ろすときに指で1本分と半本分 67.5 度で下に下ろして、前回切った左半分のここですね、ここに合わせてここで出てくるところを切る。で、そのまんま板状真下に下ろしながら、同じようにここの角度に合わせて切ります。
この時に上の髪の毛が長い場合は上も落として同じような角度で切っておきます。でこの時のこの真ん中からこの三つ襟から真下に下ろしたところが 67.5 度、この線ですねになってるんですけど、でそこから今度はこの後ろのここですね、頭の割と平坦まっすぐなところ、ここでブロッキングを取り直します。トゥイヤーよりも前はで避けておくと分かりやすいと思います。で次にこの三つ襟の点のところから耳の後ろイヤートゥイヤーの点のところまでを同じように 67.5 度に下ろして切ります。でコームを入れるところはブロッキング取った、頭の形に合わせて取ったここの線に合わせてしっかりと真下に下ろして、でその下ろしながら 67.5 度ですね、 67.5 度この角度のまま下ろして、この時に三つ襟この点の位置を把握してそのまま下ろして、三つ襟の位置から出てくるところを切る、そういう感じです。でここまでで、ここが 67.5 度の角度で前上がりに切れてるんですけど、またそのまま上も長い髪の毛とか出てくるので、その時も同じように下のここの前回ブロッキング取ったここの線を意識して、そこに合わせて真下に下ろして同じように下で切ったガイドに合わせて 67.5 度に下ろして三つ襟のところで切ります。で次もみあげの点のところで切ります。今切ったこの点の下ろした位置からこのもみあげの点を 67.5 度の角度でつなぎます。この時サイドも同じように頭の形、こことここで形が変わるんですけど、この変わり目のところに合わせてダッカールを入れて留めておきます。でここの耳の後ろイヤートゥイヤー位置をしっかりと意識したところで、もみあげの点の位置まで 67.5 度の角度を作って出てくるところを切る。はい、ここまででこういう感じです。でその次に今切ったところのこのもみあげの点ですね、ここから前回反対側で前に引いて45度で切ってるんですけど、それを今回も同じように前に引いて、この時に指の角度を 67.5 度に設定して、この下の位置から出てくるところをこう落とします。出てくるところを切る。でこの下の部分も同じようにこの点と耳後ろの点をつなぐところを 67.5 度で出てくるところ
はもみあげの点から顔周りはレイヤーを入れるので、もみあげの点の位置から垂直に、床に対して垂直に引き出したところで、この顔のところ、顔のところもしっかりとこの位置で引き出して切ります。こうなったりこうなったりしないようにしっかりと前に向いて、出てくるところを一回ここで切ります。はい、でここまででこういう感じになってます。でこれに前回切ったウルフカット同じように、このアウトラインに対して全てセームレイヤー、この長さからの骨格に対してセームレイヤーで切るんですけど、そこはちょっと時間が長くなるので省きますので、前回のを見てみてください。ちなみに前回のはこれですね。多分ウィッグウルフカットで検索すると出てくると思うんですけど、角度が結構急になっているのに対して、ここではこの辺りの髪の毛がしっかりと残ってます。こういう感じですね。はい、これが段を入れてブローを軽くした状態です。もみあげの位置からこの三つ襟のこの位置ですね、こことここをつなぐ点、ここですね。この角度が 67.5 度になります。で反対側、前回やった45度の場合がここですね。ここからここまでの角度、指半本分反対側が上がった感じになります。前の長さもこことここですね、指の半本分ずらした分の角度の分がちょっとここが少し短くなります。はい、印象としてはこっち側よりも内側の方がより襟足が強調されたウルフっぽい感じになってると思います。あとはこのウィッグはもみあげが結構こういう風に出てるので、ここに厚みが出てるんですけど、そこをすいたりして質感調整をしてあげるとよりかっこいい感じのシルエットを作ることができます。で今回やったのが後ろから切る、これは普通はあんまりしないと思うんです。大体はこれだけの急角度をつけるとき、大体短いところから長いところに切った方がより簡単でミスも少ないんですけど、こういう風に後ろから切るやり方、まあ、左手のこの角度を鍛えるという感じで今回はさせていただきました。またなんかお気づきの点とか気になるところ、わからないところがあったら LINE の方で質問を受け付けてますのでお待ちしております。今回は以上でした。